妖怪全般に私好きなんだけれど、特に女の妖怪が好きなのは、全部ほとんど女の人の妖、その女性の妖怪っていうのが、もう恋の何絡みで、こう怨念とか、ね、嫉妬とかそういうのが絡んでなっていくの、あの妖怪になっていくんですけれど、なんかその何怨念みたいなのがちょっと面白いなと思ってね、なんかそう、なんかそのなりたくないのにこう不本意になっていくみたい、うん、気がついたらその怨念とか情に流されて、気がついたら妖怪になってしまっていたみたいな、そのシチュエーションが、いや、なんか普通のね、女の子、友達とかのね、恋バナとか自分にも当てはめて、なんかもう、ああ、誰にでもなり得るこのシチュエーションみたいな、そういうのに惹かれましたね。